桜沢五一、桜沢五一、大沢幸和、若き日和女一、1893年10月18日から1966年4月24日は、日本の思想家、マクロビオティック、食用の提唱者。海外では、ジョージ大沢の名で知られている。マクロビオティックを、日本、北米、中南米、欧州、インド、アフリカ、ベトナムに広めた。 女一は、京都市東山区で生誕する。少年の頃は病弱でアリシカに触れ女子のような1代を過ごしたが、苦学を重ね商業高校、不通語学校を卒業し、貿易商となる。苦学の時期より、石塚左源の職業にて健康を回復し、貿易事業と並行して、大和言葉のよみがえり運動の一環で、シャルルボードレールの、悩みのお花、悪の花などを翻訳した。 カメラや撮影機、映写機、放送機など電子機器を扱った商売からは1924年には手を引き、左限の食用界の活動に尽力し、数十の書籍を出版した。またその成果をフランスのパリで試しに無線無車旅行に出発し、フランスでも著作活動を開始する。同時並行で日本に帰った時には反戦運動を行い、その目くらましとして、 健康指導、翻訳活動に身を投じ、岩波文庫からのカレルの人間も当時の活動である。1937年には、食用会の会長に就任するが、その2年後には脱会した。1940年には、滋賀県大津市にその食用の理論を登用しそうの、駅を交えて、独自展開する、無造原理高級所を開設。次第に、 再び反戦活動へと傾倒していき、戦争が始まると軍部や右翼から暴力を受けるが、1945年に日本が敗戦すると世界政府協会を作って世界連邦運動に取り組み平和を追求することになる。その思想の根本には食による健康があった。再び欧州やアフリカなど世界旅行によってマクロビオティックの普及に努め、各地に団体や 食品店が生まれ、1960年には訪米し、普及に努める。日本での団体は、メゾンイノグラムスと経て、日本 CI 協会となる。後継者にはアメリカでの普及に尽力した、久塚さみちを、日本では、大森栄桜、岡田修造といった人物がいる。1893年10月18日、京都市東山区、祇園の県民寺の付近で生誕する。 武士の家系に、紀州、今の和歌山あたりを後にして、京の戸で、一旗あげようとした夫婦の間に、女一は生まれた。しかし不幸にも、父は、女一が六歳の時に家を飛び出し、母の節子は十歳の時に、肺病で亡くなり、天外孤独となった。千九百八年、十六歳の時には、肺結核、腸結核など多くの病に苦しむようになる。歳で、歯科に触れ、 雑誌、砂丘を作り、他の歯科の雑誌にも、自分の作品を投稿したものである。1912年、20歳で、石塚左源の食用法に出会い健康を回復する。別の書籍によれば、14歳で、祖父、三四郎、東間五太郎等一家で、京都に転居するも、緊急の中で食を転々とする中で病気に苦しみ、20歳の頃、 食用科の後藤勝次郎を通して、左源の食用性に触れる。本も買えないほど貧乏であったが、苦労を重ねて、1913年には京都風立第一商業高校を卒業した。同年、貿易会社に入り、また、神戸仏語学校に入学。翌年この学校を卒業し、第一次世界大戦のため、仏国領事のシャルパンティへの推薦で、 ロンドンの帰船会社のチャーター船の事務長となる。当初、貿易会社を転々とした。また、ジョイチは、社団法人食業会に入会し、雑誌、食業雑誌に投稿を始める。さらにその翌年には、神戸の貿易会社の支配人となるが、1917年には、資金提供を受け貿易会社を作って支配人となり、欧米にも渡るようになる。歯舞台を輸出した。 貿易事業と並行して19、1919年には、上一話、雑誌、よみ返りを創刊して、山和言葉のよみ返りを提唱し、また、海外の本を輸入しては、シャルル・ボードレールの、悩みの花、悩みの花、悪の花として知られる、1920年、ジョルジュ・ローデンバックの、手の筋、手の筋、1921年、アルトル・シュニッツラーの、クリスマスの買い物、 クリスマスの買い物、1921年のような詩集を翻訳し、1923年には、日本詩集、言葉の花束、日本詩集、言葉の花束を、ローマ字社から出版した。読み返り創書中数種を執筆している。雑誌の読者で、運動の同志であった、福永京介と、同様にして、当時大学生であった、岩倉とモザネは、約20年後に、 ローマ字国語辞典を出し、岩倉は、ジョイチに、これを送り、ベーシックイングリッシュ運動家のように育っていることに、ジョイチは、感銘を受けた。二人の共編で1940年の、口語辞典、話し言葉を引くじ引きがある。1920年には、日本初の放送機と受信機をフランスより持ち帰り、ラジオ放送局の下地を作った。1923年10月、 日本デブリ社を設立、デブリ社の撮影機やコダック社の生フィルムを輸入し、小型カメラや映写機の特許も取ったとされる。高速度撮影機は当時珍しい機械であった。5つの特許があり、例えば35ミリのフィルムを半分の17.5にして、使いフィルムの75%の節約につながる。1927年にはマスタニリンと共に、 最新映画制作法を出版するが、これはデブリ社の社長時代の記念品で遺品として陳列されても良いほどであった。当時、ジョイチの妻であったエ子コは何度も家出をしており、ジフテリアにかかった次女のノブコをジョイチに預け、1924年2月にノブコはジョイチの腕の中で息を引き取った。パリへの武者旅行の間の1935年には、長古型飛行機の 空の白身、プードシェルの専売券を得て、日本で国産し飛行させた。東国の宮より、ひばりと名付けられ、新聞社からの購入もあった。その収入は、食用界の復興に充てていた。未完の著書に、小型飛行機プーの作り方と飛行読集法があるが、戦争が迫り、日本飛行記者の竹崎社長が休止したことなどで、プーの普及は実現しなかったということである。 無駄を嫌い、紙切れ一枚でも、両面を使うよう人を教育した。女一が言うには、1924年には、事業が老化に乗っ取られたために、東京へと移り、女一が別の書で言うには、もっと大きな会社が小型の、機器を作って、デブリ社が圧迫されたのであり、他の人が言うところでは大震災のため商売から手を引いた。石塚の死後伸び悩んでいた同会の復興。 指導に専念する。1927年には、日本精神の生理学、翌年は、電気、石塚下げにや、食用講義録を、食用会から出版する。食用講義録は、食用学序論から始まり、食用学言論 I では、石塚の唱えた、ナトリウムカリウムのバランス論が解説され、E では、日本の伝統食、栄養、動物性、植物性、 病気に及ぼす影響といったことが論じられ、いいでは食用による健康と幸福についてである。残りは食用料理法及び食用療法である。1929年には食用の成果を世界に知らしめるべく無線旅行を試みる。女一は自身の病弱の克服にあたり、東西の医学ではどうにもならず、偶然の出会いである正しい食物によって、 健康を回復しその広しに努めるが、ことあるごとに、西洋医学による妨害があるため、西洋医学の根拠地の爆破を企て、単身倒し、ことをしならずんば自爆あるのみとその春、決意したのであった。食費だけでも、当時300円はかかる16日間の、シベリア鉄道を、握り飯を携え1円足らずのお金で乗り越えていった。 パリに着くとすぐに筆を取り執筆業を目指したが、当初は収入にならず、割れ米を買い、郊外で雑草を集め、市場に捨てられた野菜の葉っぱを集めるといった生活を3年間過ごしたが、後になってみると、女一にとって懐かしく楽しい思い出であった。ソルボンヌ大学やパスツール研究所で学ぶ。当時はパリで玄米を入手するのは不可能であり、苦労して、 イタリアやスペインから輸入した。1931年には本を出版し、パリのプロン社より、花の本、英語訳ありブラン社より、東洋哲学及び科学の根本無双原理、レプリンジペユニークで LAA、フィリソフィーエデルエサイエンスディエクストリーム、オリエント、役所の、単二章、マカファニャハラミタ新行、また他より、東洋医学、 哲学及び科学の限界に従って切断せ世界の断面、文工学と東洋哲学を出版し、各種の新聞や雑誌で、神旧、稼働、柔道など東洋について論じた。著作が憂い者や病人が訪問するようになると、生活は豪華となった。東洋思想の紹介者として、ヨーロッパで知られるようになり、アンドレ・マルローなどと進行。パリでは、 自らの医学的な理論と治療法を展開し、1935年12月には、それが勝利を収めたとみて帰国する。この1935年までの途出の間には、日本に帰るたびに、軍の参謀本部へ赴き、荒木佐夫親との総力戦研究所の所長の飯村、城を説得し、また軍部にて講演を試みたため右翼から襲われたが、最終的にはそれらをまとめ、 軍部を求断する、日本を滅ぼす者は誰だを出版し、危険を避けるために、フランスに渡るなど、反戦運動に尽くす。1936年、桜沢の理論の基盤となる怨霊についての、根本無双原理、駅、神道において、アマテラスの食事を司る神受け持ちについての、自然医学としての神道を出版。1937年には、 食用会の会長に就任する。会の月刊誌の購読者は1万人。食物だけで、病気の治る、新食用療法を実業の日本社から観光。たちまち300般余りを重ねるベストセラーとなる。身に迫る危険を緩和するために、国のみや浅輝郎や伏見宮や和也、徳川や松平家などの健康指導を行ったり、医学家、哲学作家として活動する。 大量の著書出版が始まる。1931年にルネア・ランジーの西洋医学の没落、西洋医学の神経校を翻訳、その解説本を出版。1937年にはアレキシス・カレルの人間、この未知なるものの小星を岩波文庫から出版し、その解説も出版した水島博士により天皇家にも献上されたとのこと。この書は、 当初3年間で165班を重ねた。1932年には思想の習慣が東西で反対であるという白色人種を敵として戦わねばならぬ理由を出版。1939年、食用会本部付属の水穂病院の閉鎖を機に、同会を脱退、食用会の復興が成功し会を理事会に一任したとのことであるが、その後、 乗っ取り団に乗っ取られたとのことである食用界雑誌を参照。またこの頃、三女も死亡した。この時期は執筆活動が活発であった。すべてではないが紹介していくと、1939年の砂糖の毒と肉食の害は、砂糖は単に嗜好品なので栄養のためには不要であり、病弱者を作り、結核や虫歯につながり、同様に肉食の害も解いた。 1940年の戦争に勝つ食物は健康第一。そのためには食物が第一であるとして、食用を解き、食べられる野草の一覧まで備えている。同年、米の知識、炊き方、食べ方は、米の歴史、土壌の力を使う育て方、収穫、玄米と分付きと白米とで栄養が減っていく様、買い方や保存法。 焼き方やよく噛むとことと説明し、日本の食料政策の問題点を解いている。1940年の随筆食物の倫理は、戦争、遺伝、愛、幸福、塩など様々な語り口から食用を解いた。1940年の病気の治る食物では、病気と食物との関係についてであり、100ページ以上にわたる様々な病気の食事療法一覧がある。か。 健康の六大条件、食物による健康と幸福、人間の栄養学及び医学、大陸版、正しい食物の作り方など、生命と食物総書は、食用会から出版され、正しい食物について、哺乳について、食用入門、滅びく民族、深度富士の原則、肺結核の食物療法、西洋医学の没落解説、家庭食料特本、 厚生省指導原理としての根本無双原理。食料病人食の作り方。畜脳の食物療法。食用的で簡単なおやつの作り方。食物療法の道しるべがある。5は10出典、自然医学に記載がなく。14、15はそれぞれ表紙に記載がある。なお、不都在罰の世界分布と、その動向を出版し。 国際秘密力の研究への寄稿など、ユダヤ人問題にも注目していた。1940年9月、無造原理高級城、滋賀県大宇津市に開設し、健康学園といったイベントを開催する。音名を様々な語り口で解説した、無造原理の研究のシリーズを出版する。宇宙の秩序、大愛機第一編、不思議な世界、人間の秩序、ウサギのピピ。 一つの報告。我が生命線爆破さる。うなぎの無双原理。愛七。自然科学の最後。生命現象と、環境。新しい栄養学。最後にそして永遠に勝つもの。パストゥールの審判。食物と、人生。不中国四千年史。キンの国探検。未開人の精神と、日本精神。標法七書の新研究。不経財源論無と情熱の世界などである。 1941年3月には国際問題の言論に復帰し、健康戦線の第一線に立ち手を出版して再び筆では過激となり、暴力が新編に及ぶ。この書は反戦を訴え敗戦を警告し10万部は流通した。その表紙を開いた扉ページの日本の指導者諸君に次ぐ破れたる、フランスの責任者が銃殺されたることを明記せよと、始まり統計をもとに、 病気や死産の多さを訴え、食事の重要性を訴えたものである。5月には日本を滅ぼす者は誰だが発禁書となり、続いて警視庁や検事局などで留置され、憲兵隊によって残虐な取り調べを受け、軍部の圧迫や右翼の迫害は日に日に増していった。1942年には戦争が開始されることになる。 1944年にはアナトール・フランスとロマン・ロランを主もとした永遠の子供と軍国主義を粉砕する思想を盛り込んだ心臓を入れ替える法を出版する。ソ連に日米仲裁をさせるようソ連に向かうが反戦論者として最終的に刑務所で留置され拷問を受けている間に日本は敗戦し、1945年9月、ダグラス・マッカーサーの指令があり釈放され、 マッカーサーに向け、特攻を廃絶せよ、神道を廃絶せよなどの一文を送る。10月、なぜ日本は破れたかを出版。その書によれば、陸軍の病人が死亡者の15倍に達し、一億玉砕と叫び立てる、実行不可能な思想や、また、機械の技術の悪さを挙げ、それらは教育の不完全と、体の不健康から来ており、 その改善のためにはもちろん食料問題は中核となっているが、他にも自らで考える能力を奪っている、奴隷根性を防ぐための言論の自由の確保や、判断力や想像力や能率を向上させるための政策への提言を含んでいる。国費出版であり、各人に贈呈された。12月には、東京都芝区に新生活共同組合を起こし、民主主義講座を開くようになる。 1948年には、新聞、世界政府を発刊し、アメリカの世界連邦建設運動に加盟し、戦後は、世界連邦運動に取り組み、各地で、講演会やラジオ放送も行った。海 SC ノースロップの、東洋と西洋の会合、上官、西洋哲学、下官、東洋思想と、東西対立の克服論を翻訳し、桜沢の思想とノースロップとのやり取りである。 平和と自由の原理を出版。天国の鍵、人間革命の書なども出版している。この会合は GHQ が最重要の書として推薦していたのだが、会合下官はアメリカ大使館から450冊の大量注文があり納品したという。しかし、皮肉にも日本を滅ぼす者は誰だを原因として公職追放を受け、日吉にメゾンイノブラムス、 MI 現在の日本 CI 協会を開く。かたわら、再び、インドアフリカ、欧米など世界各地を訪ね、マクロビオティックの普及に注力する。その様子は、世界無線武者旅行第1期5カ年の、報告東洋思想と、西洋思想の対決や妻との共助日本女性最初の中央アフリカ横断期、大長先生への手紙にまとめられている。 1955年には、アフリカへ向かい、翌年熱帯西海洋にかかるが食用で回復し、アルベルト・シュワイツァー博士と会見し、西洋医学、栄養学の限界と、その改善を進言するが受け入れられなかった。2月に、フランスに向かうと、昔に舞いた種が育っており、パリでは三十数件化学肥料を使っていない、食品店があり、他の店では普通に玄米や醤油まで売られていた。 1958年にはパリ市から表彰され名誉市民賞を受賞したとジョイチは書いている。フランス新旧協会の大冊の中ではジョイチに触れられ何ページかは著作が引用されていた。1957年にはパリのドブレス社からジャックとミッチを出版し、これは1970年代にブラン社へと発行が引き継がれ版を重ね、また英語、ドイツ語、オランダ語、 イタリア語にも訳された。その内容は、二人の未開のエレ本人が、西洋文明という、ジャングルを渡り歩くというもので、フランスの文化を批判したものだが、多くのものは痛快で正しいものだと受け入れ、誇りでかいものは憤慨した。例えば、西洋の七不思議の章では、インドのマイダン公園では、牛が散歩していて、神の象徴とされ誰も殺さないが、 西洋では殺し作取するというエピソードがある。これは最終章ではこう続いている。肉食生活が生んだ生理学的な体質が科学、唯物的な味方を生み、そうした西洋文明は世界を植民地化し、生活様こそ変えたが、未開の東洋では無限、永遠の宇宙観を持っているがために、唯物的有限の西洋の味方では内包できず、逆に、 ついに有限を内包することのできる無限の世界観を持つ未開人の犯行を取った。その後、無線無車旅行第2期として5年を欧州で過ごし、また南北米、アジア、アフリカ諸国でも過ごすという計画があった。ベルギー、スイス、ドイツ、スウェーデン、イタリア、イギリスで休みなく講演し、欧米に50余りの団体が組織され、食品店、レストラン、 加工工場などが生まれ、10カ国5余りで著書が訳された。1952年の永遠の少年がベンジャミン・フランクリンの紹介であり、1958年の続永遠の少年ではマハトマガンディの紹介であり、印税は働く少年少女に充てられると記されている。1960年の訪米を境にして世界武者旅行の第2期とされる。 欧州でも活動したが、アメリカでも講演会やキャンプを開催し、ニューヨークの新聞、ヘラルド・トリビューン21による、ケネディ・統領暗殺の予言などが取り上げられるということもあった。1960年代初頭、原始転換にかかる研究者であるルイ・ケルブランは、パリにおいて、桜沢の主催する東洋哲学講演会に出席し、強い感銘を受けた。 二人の交流は相互に影響を与えたが、特に桜沢はその後の活動の主力を原子転換にシフトすることになる。1964年6月21日、桜沢は自ら公安の装置にて、NAK の低温低圧原子核転換の成功を述べている。1962年にはベルギーへと行き、イギリスのロンドンでも初の大公演を実施し、 ドイツのコローヌ市で、クナイプ博士の健康協会にて講演し、ミュンヘンで講演し、スウェーデンのストックホルムにてその地のマクロビオティック協会のために講演会を行い、フランス、アメリカでキャンプによる講習と多忙に世界を飛び回っていた。更新の育成にも努め、無造原理高級所からは、奥山を治む、その後ろ身である戦後の新生活協会、 現在の日本 CI 協会からは、久塚さ道を、大森へ桜、岡田修造、らが育った。桜沢の下で一番長く指定関係であったのは、松岡志郎、全聖職協会会長である。1964年の健康の7大条件では、それまでの6大条件としていたものに最も重要な、嘘をつかないを追加した。1966年には、 世界高級平和案を発表し、全世界の支部へと発送された。食正しければ人もまた正しいの結論に達し、外部からの教育は不要であるとし、自らによる健康の制御、生殖を教育の第一とし、古代宗教は東洋で生まれており、第二に刑事上が大事であり、欧米の教育は刑事か目に見える世界だけだということである。同年4月24日5時半。 死亡する。死因は、心筋梗塞死後にも、ジャックとミチなどパリでの著書が翻訳されている。日本語では本だけで百話優に超える。PDF 書籍、桜沢五一資料室にオンラインで読めるものが公開されている。食用界の科学的食用雑誌、桜沢の創刊した雑誌や新聞、世界政府、コンパ、サナ、結び、またたの雑誌。 新聞にも寄稿を行っている。以下など14冊。中心像のように、明らかに桜沢が書いたが現在では、著者名が消えているものが何冊か、あり正確な数は難しい。以下など7冊。他に、フランス語などから翻訳されたドイツ語9冊にドイツ、古月刊誌を1959年に創刊。ベトナム語では8冊と月刊誌。スウェーデン語では3冊。 ブラジル語では2冊、ベルギーでは1冊、他に主要な著書はスペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、トルコ語、ヘブライ語で出版されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。